ヤッホー、ムクエナです。モーニング。はい、ということで今日は、まあ、1時半ですけれどもまあ一応朝という体でやらせていただくとして、朝ごはんを作っていこうかなっていうわけなんですよ、うん、だからまあ花嫁修行ですよね、うん、本日は何を作るんですか？フレンチトースト。そうです、フレンチトーストを作っていきたいと思います、はい、で、まあ一応ちょっとプレートっぽくね、サラダとかも用意しちゃい、しちゃいたいしちゃいたい。これでフレンチトースト朝食プレート作っていきます。いいよね、なるぞ。いいよね、なるぞ。せーの、向けなし。はい、じゃあ作っていきましょう。はい、卵を入れます。はい、あ、殻入った。すみません。ちょっと待って。から違う、いつも入らないんだけどね。はあ、じゃあ卵を今入れたので、次に牛乳を入れていきます。はい。まあ、洗って入れてみましょう。ありがとうございます。うわ、かわいい、なんか。砂糖入れます？入れましょう。砂糖は大さじ3ですね。はい、お砂糖大さじ3入ります。あの、こちら小さじなので、小さじ3杯で大さじ1なので。あ、じゃあ6杯、8杯か。1、2、3、4、なんかあれみたい、お手玉かぶって、お手玉じゃなくて、お年玉じゃなくて、あれ、玉入れ。6、7、8、9。え、めっちゃ可愛いこの色。めっちゃ良き。食パンは耳を取って半分に切るとよりない気がしますね。え、みんな耳取るの？ありで作る？どっちがいい？ありでいいよ。ありでいいね、うん、はい、パンを切ります。はい、はい、はい、切りました。ありがとうございます。で、こいつっちをここに入れてます。はい、なるほどね、一回チンするといいよ。いいこと聞いちゃった。よいしょ、よいしょね。で、これで500ワットで片面をまず1分間温めます。温まった、温めます。はぁ、温まったので出します。そしたらフライパンにバター入れて、めっちゃ弱火で温めます。バターの量は、バターは適量って書いてあります。あ、じゃあもう別にいいんです、ね。はい、入れます。じゃあこれぐらいにしておきましょう。うん、パンを入れ蓋をして5分間蒸し焼き。じゃあ蓋します。はあ。はい、今かぼちゃを切っております。こちらかぼちゃ硬すぎて無理なんだけど。で、私は今5分計らないといけない。いやだ。無理かも。でもパカって割れればいいんだけど、こっちからしたら。はあ。あと1分早く。でもいいんじゃないかな。いいか。ちょっとね、測るの遅かったから。そしたらこれは焦げ目がついているのを確認し、裏返すらしいので確認します。え、焦げ目ついてんの？それ。ついてないやんか。じゃあもうちょっと待ちますわ。うん、吹かせましたよ。深瀬さんですね、じゃあ。あ、熱いです。おぎゃおぎゃと言われました。あ、待って待って、いい感じじゃん、絶対に。ごめんごめん。やりすぎたかもしれん。結構焦げちゃった。ちょっと焦げた。けども。まあまあまあ、いいよいいよ。こっちの反対の面をいい感じにしたら、そっちで盛り付けるからさ。はい、もう片方も5分だそうで。完成しました。これ今焦げてる方だけど、めちゃくちゃいいから。わ、めっちゃいい。いい、めっちゃいい感じにできた。はい、よし、フレンチトースト完成。できました。チーズ。めっちゃ良いやん。可愛いんだけど、めちゃめちゃ。
ということで早速いただきます。いただきます。牛乳、私は口は飲めないのでキャラメルラテです。はい。てかさ、耳あったのってぐらいに柔らかいね。柔らかいね。いただきやす。うん、うまい。うまい。うん、天才かもしれない。おいしい。やば、これ嫁いけるわ。もしかしたら嫁修行 またね、何かしら出るかもしれない。これが好評だったらね。好評じゃなかったら終わりですよ、もう。おいしい、かぼちゃサラダ、うん、スクランブルエッグよ、これが問題。余った卵で作ったから、うん、味が、うん、甘い。甘い、うん、クランブル、めっちゃ甘い。コーンも入ってるし、そう、ほうれん草とコーンとスライスチーズ、うん、でもスライスチーズはほとんどない感じなんですけど、うん、うん、でも美味しい。いい朝。いい朝だ。今何時よ。これあれですよ、3時までパジャマでいるとかいうことじゃないですからね、うん、朝ごはんっていう設定に合わせてパジャマなだけですからね、うん、まあ、このパジャマで買い出しとか行ってないですからね。行ってないですよ。コンビニが徒歩5分だからって行ってないですからね。上にダウンコート履いて下サンダルで出るなんてこと言ってませんからね。はっ。じゃあ今回のこの料理の点数をつけましょう。はい、決まりました。決まりました。せーの、80点。違うんですよ、味はいいんですよ。でも彩り見てください。あー、そりゃ20点も彩りがやっぱね、ちょっと欠けてたかな。フレンチトースト黄色、かぼちゃサラダ黄色、うん、スプラブレイク黄色、ウインナー茶色っていう結果で、うん、いや、私もじゃあ50点だね。なんでそんなあげるの。残ってるんですが、うん、これはゆっくり食べるということで、はい、80点いただきました。いただきました。ここら辺で動画を締めさせていただきたいと思います、はい、作っては見てはいかが。ジップそっか、朝だもんね。あ、そう、朝だもんね、うん、はい、今日も一日皆さんにとっていい一日になります。なんかちょっとなりますようにせーの、ジップ。